乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令場に転生してしまったは山口悟による日本のナロー系ライトノベル。2014年7月6日から2015年3月23日まで小説投稿サイト小説家になるを似て本編が連載された。本編の完結後、2015年から一人者文庫アイリスより文庫版が刊行されている。 ウェブ版の本編に相当するのは2巻までで、3巻以降は文庫版の書き下ろしである。略称は、ハメフラ。メディアミックスとして、2017年からは、文庫版のイラストを担当する日高、波による、コミカライズ作品が、コミックゼロサムにて連載中。2019年から2021年まで、スピンオフ漫画、乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令状に、 点章してしまった、絶体絶命。破滅寸前編は西によって、ゼロサムオンラインにて連載された。2020年からは、テレビアニメ化され、映画の制作も発表されている。2021年7月時点で、シリーズ累計発行部数は500万部を突破している。剣と魔法の中世ヨーロッパ風の、とある世界。クライス公爵家の一人娘で8歳になる、カタリナ・クライスは、 その家柄と親の出来合いからわがままかつ傲慢な性格であった。ある日、父に連れられ、王宮を訪れた際、同い年で整った顔立ちの第三王子ジオルドスティアートに一目ぼれし、彼にベタベタと付きまとうが、その際に転倒して額を強打する。その瞬間、カタリナは前世の記憶が蘇り、自分が高校時代に交通事故で亡くなったオタク女子高生であると知る。 さらには、この世界が、自己死の原因となった乙女ゲーム、フォーチュンラバーの世界かつ、自分が転生したカタリナは、ゲームの仇役である、悪役令状だと気づく。ゲームのカタリナは、ジオルドの婚約者で、主人公を邪魔する存在であり、最終的に、国外追放か、最悪、死亡する結末であった。ゲームの舞台は7年後の魔法学園であるものの、 今世こそ穏やかな老後を送りたいカタリナは、破滅エンドを回避するため行動を起こし始める。ところが、ゲームの設定通りにジオルドの婚約者となってしまい、さらには、攻略対象の義弟、キース、ジオルドの双子の弟アラン、最初の息子ニコルと意図せず知り合い、仲を深めていき、ゲームのライバルキャラクターであるメアリやソフィアとも親友の間柄となっていく。 それはますますゲームの設定をなぞり、破滅フラグが立って危機に陥っているとカタリナは焦るが、すでにゲームのカタリナとは異なり、心優しく、気さくでほがらかな性格によって、周りに好かれる、天性の人たらしで、さらにトラウマやコンプレックスを抱えていた彼ら彼女らを、より良い方向に導き、連母される存在になっていると気づかない。そして15歳になり、ゲームの舞台となる。 魔法学校に入学することになる。ゲームの主人公である、平民出身だが貴重な光の魔力の所持者で、才能ある、美少女、マリア・キャンベルの登場と、彼女と攻略対象キャラクターとの恋愛の進展に、戦々恐々とするカタリナであったが、むしろゲーム上ではカタリナが行うマリアへのいじめを、自分が救い、彼女の良き理解者となる。しまいにはマリアからも慕われ、 ゲームのメイン登場人物全員から恋愛感情を抱かれてアプローチを受ける存在になってしまうが、やはり全く自覚がなく破滅フラグを恐れながらの学園生活を過ごしていく。想定していたような問題は起きず、学園生活を満喫するカタリナであったが、突然、破滅フラグであるカタリナ球団イベントが発生する。それは自分が知らなかった隠し攻略キャラにまつわる、 闇の魔力の事件であり、最悪は全員が死んでしまう危機に陥る。自身も犯人により永遠に眠る魔法をかけられてしまうが、その夢の中で前世の友人からアドバイスを受けて、無事に事件を解決に導く。カタリナの運命が決定するゲーム内の最終イベントに相当する上級生の卒業パーティーも無事に過ごし、仲間たちと仲良く2年生に進級する。 ゲームの時間軸が終わり安心して、学園生活を満喫しようとするカタリナであったが、周りでは自分をめぐる、静かな争いが続けられていることにはやはり気づかない。そんな日常の中でカタリナは、闇の魔力が関わる事件に2回巻き込まれ、その過程で、攻略対象キャラと遜色ない美青年、空と出会い、子犬の姿をした闇の使い魔、ポチを手に入れる。 学園を無事に卒業したカタリナは、ジオルドとの結婚を先送りにするため、使い魔を研究することを名目にして卒業後に、マリアと共に、魔法省へ就職する。ところが入省前後に、前世の友人が、続編、フォーチュンラバー2をプレイしている夢を見て、続編の舞台が魔法省であることや、前作で、国外追放されたカタリナがマリアに復讐するために、戻ってきたこと、そして、 彼女が闇の魔力と狼の闇の使い魔を得たことを知る。自身の状況がゲーム内のカタリナに近づいていたことを知った彼女はゲームの強制力を感じつつもマリアの恋路を邪魔することが破滅へつながると推測して彼女を応援することを決める。マリアの周囲にはサイラスやデューイといった2の攻略対象キャラが現れ、ソラも2の攻略対象であると知る。 その一方で国内では闇の魔力が関わっていると思われる事件が次々に発生しており、カタリナとマリアは魔法症職員としてそれらの事件に関わることにもなる。声の甲はテレビアニメ版の声優、乙女ゲーム、フォーチュンラバーの主人公、攻略対象キャラライバルキャラといった登場人物たち。第6巻以降の舞台となる。 ホーチュンラバー2及び魔法省の主要人物。物語の舞台となる、ソルシエ王国の王族、上記以外の人物。本編、コミカライズでは各巻に、原作者書き下ろしの別設定の世界を舞台とした、夢落ち番外編小説を掲載。二巻以降は、全巻の表紙カバー下のおまけイラストを、モチーフとしている。絶体絶命。破滅寸前編では、 破滅イベントまで1年を切ったタイミングで前世の記憶を思い出したという設定でストーリーが展開される。2020年4月から6月まで第1期が毎日放送他にて放送された。2021年7月から9月まで第2期乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令状に転生してしまった X が毎日放送 TBS 系列。 スーパーアニメイズム枠他にて放送された。原作で、語りナ以外が、語り手となるショーの一部は、本編を保管する、ボイスドラマとして、制作会社である、アスミックエースの YouTube 公式チャンネルにて、公開されている。アニメ公式ページにて、ボイスドラマ、語りナ脳内会議、語りナと学ぼう、銃の質問などの動画が公開されている。また、 放送中の一人者 CM として、カタリナが魔法召喚した農夫、土おじさんが実際に畑で農作物を育てる実写30秒、カタリナ農場が流されている。コミック7監督総番にオアディが付属している。第2期放送終了後には、劇場アニメの制作が発表された。第1期は PC 番ニゲーム、フォーチュンラバー体験版を収録した DVD ロムが、 第2期は、コミック版単行本の書き下ろし小説が、原作のドラマ CD が、特典ディスクとして封入。カタリナ・クラエス役の内田麻ヤによる、ウェブラジオ、乙女ゲームの破滅フラグしかないラジオパーソナリティに、転生してしまった、が、音泉にて2020年9月28日から2021年6月まで、月1回、2021年7月から9月24日まで、 各週金曜に配信された。2020年4月5日より、インタラクティブノベルアプリ、ストリーミーにて、スマートフォン向けゲームとしてが、アニメ放送に合わせて、毎週日曜日に1話ずつ配信された。ジャンルは、インタラクティブノベル。タイトルはそのままである。英語版も2020年9月16日から順に、配信された。2020年7月31日より、 乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令状に転生してしまったカタリナの応援がスマートフォン向けゲームとして配信開始された。制作は株式会社フーモア。ジャンルは農園シミュレーションゲーム、無料のミニゲーム。2021年12月23日には乙女とより乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令状に転生してしまった波乱を呼ぶ海賊が 発売予定。乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令状に転生してしまった X に関するカテゴリー。ありがとうございます。